こんにちは、みなとみらいです。何億光年ぶりの投稿かわかりませんが、今回もこの東京ワールドで新たに作ったものを紹介していきます。もうかれこれ2年くらい作ってる割に特に何もできてないこのワールド、ほとんどの建物が未完成で、なおかつ最近は建物以外のものを重点的に作ってるため建物はそんなにできていないことをご了承ください。建築講座など、皆さんの役に立つ動画も作ってますので、ぜひチャンネル登録してってください。みなとみらい不動産。まずはこちら、これはこのワールドの東京周辺の地図です。と言っても、横浜などはこのマップには含まれていないし、別に関東だけでもないのでこれが全体というわけではないです。今回は丸の内、秋葉原などに伸ばしたほか、埼玉県の武蔵浦和まで開発エリアを広げました。ちなみに山手線はこうなる予定です。建物の紹介に移ります。こちらが丸の内にある、東京海上日動ビル本館です。確か丸の内で最初か2番目かくらいに作った建物です。シンプルですが、それが逆にかっこよくて好きですね。落ち着きのある丸の内らしいビルだと思います。珍しく屋上まで作っており完成に近い状態です。こちらは稲穂丸の内タワー。稲穂銀行の丸の内本部のビルです。稲穂銀行はまあ色々とヤバめの会社なんですが、それについてもそのうち解説するかもしれません。建物のデザイン自体は頑張ったんですが、屋上はいつも通り完全放置。これぞみなとみらい不動産。この辺りは街路樹なんかも作っており、道路にも多少着手しています。でも道路以上に作りたいものが多すぎてなかなかできていません。というか、屋上とか道路とかめんどくさいし作りたくないやなんでもないです。こちらが新丸の内ビルディング。丸の内のシンボル的なビルの一つですね。このガラスの色がなんか気に食わないんですが、一番合う色がこれだったんですよね。なんとか変えたいけど、まあ仕方ない。この建物はそのうちエントランスも作りたいですね。こちらは東亜生命丸の内ビル。ちなみに、東亜生命は今即興で適当に考えた会社です。低層階は作りかけ感満載ですね。中もカーペットが敷いてあるだけ。ただどの建物もエレベーターなどはあるので、いつでも入居できる状態にはなっています。まあ誰も入居しないんですけどね。その横の建物はホテルらしいです。この一帯は丸の内オアゾと呼ばれ、新幹線で東京駅まで来た時真っ先に目に入る建物群ですよね。丸の内の全体像はこんな感じ。丸の内っぽさはなんとなく出てきたと思います。夜景はこんな感じ。多少明かりをつけてますが、まだまだ暗いですね。このエリアの開発はまだまだ進みます。おそらく。はじめまして、みなとみらい不動産です。みなとみらい不動産では、理由はわかりませんが次々と社員が辞め、とんでもなく社員が不足しています。理由はわからないです。悪徳企業でもないし顧客を騙して高額な物件を売りつけたりもしていないので、よければこの機会にチャンネル登録しませんか？皆さんと一緒に働けることを願っています。みなとみらい不動産。次に紹介するのは建築というより、主が円滑に建築を進められるようにするために作った部屋なのですが、ついでに紹介します。みなとみらい不動産本社ビルのとある部屋や、ワールド各地に隠された場所から行けるようになっています。テレポートガレージと名付けられたこの場所は、その名の通りガレージを兼ねたテレポートのための部屋です。高級車が並んでますね。誰の車なんでしょうか。ちなみに、この車は後で少しだけ紹介します。そしてその隣の部屋、こっちがメインです。最初お見せしたマップからわかる通り、このワールドは開発エリアが複数あり、それぞれが離れた位置にあるため開発エリア間の往来が不便です。そのため、このような部屋を作り簡単に行き来できるようにしました。ボタン1つで新宿にも横浜にも大阪にも行ける、巨大なガレージ付きの主専用部屋、つまり自己満ガレージです。次にこちら、ここは秋葉原です。万世橋交差点の半田ビルという建物と、その隣のビルしかありません。この半田ビル、昔はセガがテナントとして入っていたんですが、最近事業撤退してしまい、セガのビルではなくなってしまいました。ですが、セガ時代のイメージが強く、その時の建物を再現しています。この周辺もそのうち作っていきます。こちらが武蔵浦和。クラウドタワー武蔵浦和テラスという建物が一棟あるだけです。見てください、この貧乏ちゃま仕様。背面、低層階、屋上、すべて未着手です。恥ずかしいですねー。埼玉県のちょうどいいサイズの街を作りたかったため、東京からここまで伸ばしました。ここからなら埼玉新都心や大宮も近いので、いずれは作りたいですね。その前にまずここや東京を作らなきゃいけないんですけどね。ちなみに、千葉県の幕張もかなり前から作りたいと思ってます。
というか、実は過去に作ったことあるんですよね。ちょっとだけ。もしその時の画像があれば、この動画のエンディングの後にちょっとだけお見せするかもしれません。次はこちら、建物ではなく、車です。これらはマップアートで作ったもので、やはり街に人がいなかったり車がないとかなり寂しくてやっぱりマイクラなんだなと思わされてしまいます。それに、モッドで追加するにしても、日本らしい車のモッドってほぼありませんし、車種も多くありません。そのため、自由度が高く好きな車種を自分で追加できる、マップアートを選びました。ちなみに、この他にもかなりの車種があり、すべては紹介できません。カラーバリエーションを含めると100車種は超えてるようですね。まだまだ作りたい車を半分も作れてないんですけどね。今回は、その中から5台ピックアップして紹介します。まずはこちら。松山、カデンツァ。日本車を参考に名前を付けたんですが、韓国車でカデンツァという車があるらしいです。偶然かどうかは不明です。次はこちら。カリア、フロース。カリアの車すら走ってないなら、もはや日本を名乗る資格はありませんよね。レジアス、ワズ。カリアの高級車ブランドで、エンブレムは思いっきりカタカナのレと書いてあります。ポンタ、リリック。昔から設定として存在した車です。日本製スポーツカー、最高ですね。最後に、ガリバンター、ボーラーエボ。イギリス製の高級 SUV。名前は思いっきり別のゲームに登場する車です。最後に、過去に制作していたあるエリアに進捗があったので紹介します。渋谷です。奥に映ってるのは過去に紹介した渋谷ヒカリエです。この辺りはまだ制作中で、なおかつネタバレは嫌なので夜にして少しだけお見せします。まず、そもそもいきなりこのエリアに戻ってきた理由は、東急百貨店総横店が解体されてしまったためです。この建物をマイクラの中で保存したかった、だから早めに作っておきたかったんです。次はこちら、渋谷マークシティです。低層階は複雑そうなので、まだ手をつけてません。おそらく、2年は作らないでしょう。最後にこの建物、暗いし作りかけだしよくわからない。その方が都合がいいです。ネタバレは嫌なのでね。わかった人はおめでとうございます。この建物のテナントの一つであるシュガーバックス。この企業もいつか紹介すると思います。みなとみらい不動産。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。いつも見てくださってる方、チャンネル登録してくださってる方、本当にありがとうございます。僕はあくまでマインクラフターで、動画を作るにもまずはマイクラをしなきゃいけないため、あまり定期的には投稿できないんですが、それでも最近は本気でこのチャンネルを伸ばすために頑張ってますし、実際チャンネル登録してくださる方も増えてます。まだまだ小さいチャンネルですが、これからも多くの方に気に入っていただけるよう動画の改善をしたいので、ぜひ思ったことや改善してほしい点など気軽にコメントしてくれるとありがたいです。それでは、バイバイ。